こんにちは。今日はですね、久しぶりに車中泊に行ってみようと思いまして、山口県は萩市の方、阿武町というところですかね、阿武町というところに向かってます。まあ、道中でね、面白そうなものがあれば寄ったりとかしてみたいなと思います。今日ね、向かうルートなんですが、こんな感じになってます。108キロ遠いな。同じ山口県でもですね、太平洋側から日本海側に出るというようなルートになってます。あ、ウサギの餌とかあるんだ。これはミニーちゃん来たら喜ぶな。おー、ウサギめっちゃいる。めちゃめちゃウサギがいますね。人懐っこいのかな、寄ってきましたね。うわ、なんだ、なんかいる。ヤギ、ヤギかな。もう来ましたもんね、こうやって。ごめんね、持ってないよ。ごめんなさいよ。牧場にね、来ることなんてのがまあないですけども、焼肉とかできるのかな。あとカフェもあるっていう話だったんですが、こういうところで食べたりもできるってことかな。いいですね。カフェ&バーベキュー、こんなとこがあったんだな。うわ、なんかちょっとおしゃれ。今日のお昼ご飯はここにしましょうかね。お、結構いい値段。さあ、ということでですね、今時間は何時だ？1時過ぎぐらいかな。あ、1時6分ですね。1時6分で、
まだまだ時間がね、夜までありますんで、で、まずはですね、道の駅の全貌を知りたいので、ちょっとここで、散歩をしてこようかなと思います。今ですね、一回道の駅阿武町を出ました。で、なぜ出たかというとですね、車で30分ぐらい行ったところに、なんとですね、佐々木小次郎のお墓があるという情報が書いてありましたんで、ちょっとね、佐々木小次郎のお墓を見に行ってみたいなと思います。まあ、特にね、佐々木小次郎のファンだとかそういうことはないんですけども、まあ、たまにはそういうところ行くのもいいのかなということで、剣豪佐々木小次郎のお墓行ってみましょう。看板があります。これより170メートル先が剣豪佐々木小次郎の墓と。なんか佐々木小次郎の墓の近くに来たら風がなんか強くなった気がしますけども、気のせいだろう。おそらくね、この道をね、進んでいけってことだと思います。さあ、この緑の中をね、入っていきましょう。怖いけど。すげえ、なんか登山チャンネルみたいになってきた。ありますね、看板、佐々木小次郎の墓。ということで、道の駅阿武町へのチェックインが終わりました。ここはですね、RV パークになってまして、1泊1000円。ちょっとね、風が強いんですけども、日没まではここで過ごして、まあ、ちょっと、夕暮れ時の雰囲気っていうのも、見てる方に味わっていただければなと思いますので、後で撮ってみようかなと思います。
今回ですね、久しぶりの車中泊にはなるんですけども、食材はね、道の駅で買いました。まあ、地産地消ということで、道の駅で売ってるものが一番いいんじゃないかなと思いまして、まずはですね、出ました、船形農場のソーセージ、ハーブソーセージですね。買った時は冷凍だったんですけども、いい感じに解凍できてます。それと、あとスイートバジル。バジルはですね、こんだけ入って100円。安い。で、もう一つが、まあ、ご飯というかつまみなんですけど、もう一つは、下瀬りんご村のくん玉くん。燻製卵ですね。さて、まあ、何はともあれ、まずはソーセージから焼きましょうか。これから焼いていってみましょう。さあ、とりあえずはソーセージを焼いちゃいましょう。涼しくなってきましたからね、車中泊するにはいい季節になったんじゃないかなって感じがしますね。今日ね、本当あの船形農場、この船形農場っていうところを知れたのが一番の収穫でしたね。あの本当にね、出てきた時に何もなかったらどうしようと思ってたんですよ。阿武町に来るのは分かってたんですけども、その道中で何もなかったらどうしようかなと思ってたんですが、ああいうところがあって良かったですね。とりあえずこれで焼いていきましょう。あとね、さっきトイレの辺で日本一周をしてる人の自転車があったんですよね。多分男の人だと思うんですが、なんかこう荷台にいろんな文字が書いてあって、ちょっと会って話も聞いてみたかったんですが、どこにいるのか分かんなかったんでね、ちょっと会うことはできなかったんですけど、そして今更ながらですが、切れ水の忘れだな。さ、これですごくね、男っぽいご飯が完成しました。はい、じゃあですね、久しぶりの車中泊なんですが、いただきましょうか。こちらです。珍しくね、これ買いました。金麦じゃなくて。じゃあ、いただきます。じゃあ、ソーセージをいただいてみます。このまんまで全然大丈夫ですね。うまい。ちょっとバジルもいただいてみましょう。
これね、ソーセージの油がバジルに移ってめっちゃうまい。いや、バジル買ってよかった。ちょっとあえてこのバジルと一緒にくるんで食べてみます。脂がうまい。この道の駅阿武町、道の駅阿武町は、Wi-Fi がありまして、あのね、本館からここまでね、どれぐらいだろう、30メートルぐらいは多分離れてるんですけど、普通にね、見えるかな、普通に Wi-Fi が通ってるんですよ。 Wi-Fi ここまで届いてますね。